届いております。よろしいですか。さあ始めましょう。ついに最後の戦いですね。間違いなくアイマミエルはこの先にいます。落ちゆく彼女から全ての毒を抜き取り、この世界の崩壊を止めるよう説得する。はっきり言って至難の業です。きっとできますよ。絶対にできます。私は心からそう信じて力になりますから。来ないで。もう放っておいて。一人にしてよ。そうはいかん。あなたが投げ出したせいでこの箱庭は滅びかけています。拗ねていじけて引きこもるのはご自由ですが、それは造物師としての責任をきっちりと果たしてからにしてください。あなたたちがそれを言うわけ？私のささやかな夢をむちゃくちゃにしておいて。否定はせん。が、それとこれとは別問題じゃ。たとえそれが意に沿わぬ結果になったとしても、最後まで見届けて後を濁さぬように幕を引く。それがことを始めた者のけじめというもんじゃ。そんなの知らないわよ。私は何も悪くないもん。ダメになっちゃったのはみんなのせいなんだもん。ふざけたことばかり言ってんじゃねえぞ。そのみんなを巻き込んだのはあんただろうが。アイマミエル様の描いた夢はもうあなた一人が自由にできるものじゃない。人々の未来がかかっているんです。お願いですから間違いを認めてください。みんなに謝ってこれから先を考えましょう。無理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 よ。きっと怒られる、軽蔑される、笑われる。怖い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 。もうダメなの？おしまいなのよ。どうでもいいの。滅びればいいんだ。アルケディオも私も。アイマミエルの魔力ネガティブにゲイン拡大。戦闘状態への移行準備。もうやるしかありません。やはり説得は無理でしたね。彼女の中で凝り固まった毒を何とかしなければどうにもならないということでしょう。みんな嫌い。全部いらない。消えちゃいたいの。私が一番いらない子なんでしょ。好きにすればいいじゃない。好きにするんだから。大大大大大嫌いよ。甘えたことを抜かすな。負けません。ヒーリング測ってらっしゃい。お願いします。我の時間。潰れろ。とどめだ。スカッスカッハッハッ。頑張ったよ。あなたたちのせいで、あなたたちのせいで。こっち鉄壁でフィード。負けません負けません。お願いします。我の時間。私終わりだ。頑張ったよ。俺もうほっといてよ。さて終わりだ。さてぶったける。あなたたちのせいで。さて終わりだ。もうほっといてよ。こっち
ヒーリング負けません。お願いします。我の時間だ。私黙れ。ずるや黙れ。やるしかないよ。黙れ。あなたたちのせい。黙れ。覚醒。鉄壁です。ヒーリング、お願いします。我の時間だ。ふっつや貫け。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 全力。全力。チャンス。や、鉄壁です。負けません。私がお願いします。やるしかないよ。我の時間。やっ。やっ。やっ。私やっ。私がやるしかないの。貫け。貴様れ。どうして次だ。分かってくれないのよ。はっ。鉄壁で。鉄壁です。お願いします。我の時間だ。私がやるしかないの。あなたたちのせいで。次だ。鉄壁に負けません。お願いします。我の時間が。私がやるしかないの。こっち。せい。ヒーリング負けません。お願いします。我の時間だ。貫け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 。勇者と魔王のコラボです。反則的強さだな。お見事。落ちゆく女神から放たれ続けていた毒は我が君によって完膚なきまでに奪い取られましたぞ。壁の崩壊も停止。アイマミエルが正気に戻ったことで魔力の供給が安定したおかげです。やりましたよ。この世界の危機は救われました。あとはどうして、どうして私ばっかり責めるのよ。早速知らせに行かなくちゃ。顔を上げろ、アイマミエル。そして見ろ、お前が必死に守ろうとしてきた世界を。失望を理由に放り出したアルケディオの有様を。そんな、違うの。こんなことしたかったんじゃない。私はただ、いやだ、違うの、違うのよ。どう否定しようとこれが現実です。やけを起こしたあなたはご自身の手で積み重ねてきたものを壊してしまった。散々にかき乱してきたのは僕たちなのでしょう。でも諦めてしまったのは紛れもなくあなた。そんな僕たちすらも受け入れて平和で幸せな世界を作ってみせると豪語したのはあなた自身なんですよ。今さらお前を責めたところでどうにもなるまい。そもそも我らがとやかく言える筋でもない。詫びる必要があるのならば、それは
お前の描いた夢物語に付き合わされてきた連中に向けてだ。違うか？はい。皆さん、どうか聞いてください。私はアイマミエル。このアルケディオを創造し、むちゃくちゃにしてしまった愚かな女神です。これが真実です。私は皆さんに嘘をついていたんです。本当にごめんなさい。ごめんなさい。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。謝って済む問題か。おままごとに付き合わされる身になってみなさいよ。あんたのせいで私たちの人生むちゃくちゃだわ。中途半端な夢を見せてんじゃねえよ。何が平和だ幸せだ、バカにしてんのか。責任取りなさいよ。責任取ってよこしなさい。何不自由のない暮らしを、あたしらが満足する幸せを。そうだそうだ、もっと誠意ある謝罪をしろ。平和を返せ、幸せを返せ、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 返せ。図に乗るなよ、人間ども。で、お前たちは何をしてきた。平和で幸せな世界とやらを与えられて、そこで何をしてきた。さあ答えてみろ。ダクダクと生きていただけだろうが。一方的に与えられるものを当然のごとく受け入れて、その源を疑いもせず、知ろうともせず、こんなになるまで使い潰してきたのはお前たち自身だ。自由に生きられた時間を無駄に潰したのはお前たち自身だ。それでも足りずにまだ貪るか。ピーピーと鳴くひな鳥めいて、口を開けて餌だけをねだるか。どなるだけ無駄ってものですよ、魔王様。人間なんて所詮はその程度でしかないのですから。それにあなた様は魔王です。人々を救う神々ではない。ここは一つ本堂に立ち返るべきではないでしょうかね。ならばよかろう。支配してやろう、魔王たる我が。今よりお前たちを支配してやろう。甘美な餌を与えてやろう。家畜として飼ってやろう。ただし、かけらも自由は与えん。我が命にのみ忠実に従え。何も考えるな。さすれば我が幸せにしてやるぞ。そんなことは絶対にさせません。刃の魔王キルリザークよ、私がいる限りそんな暴虐は絶対に許しません。今すぐここから立ち去りなさい。ほう、散々に自分を罵ってきた連中をまだ救う気か。慈愛の女神様はつくづくお優しいことで。そんなの仕方ない、罵られるだけのことを私はしたんだから。でもどんなに嫌われたって私は人々を救いたいんです。この我に勝てるつもりか。今しがた散々やられて泣かされたくせに。わかんないよ、でも絶対にもう諦めたくない。今度こそ私はみんなの幸せを守るの、守りたいの。お前らアイマミエルが負けたらあのクソ魔王に好き放題されるんだぞ。それでいいのかよ。私たちの捧げる祈りが女神様の力になるはずです。私たちの声援で
あの魔王を追い払うんです。みんなの声を女神様に届けるんですよ。なめるなって、魔王に見せつけてやるんです。女神様頑張れ。アイマミエル、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 アイマミエル。そこまでだ、刃の魔王キルリザーク。これ以上の狼藉は思考神の名にかけて許さぬぞ。おじい様、今すぐここから立ち去るのだ魔王よ。さもなくばこの思考神グランギニオンとその孫娘たる慈愛の女神アイマミエルが手を携えて容赦なく貴様の横っ面に神罰を食らわしてくれるぞ。なれ。ああ、逃げましょう魔王様。金一個ありません。もうダメです。これで勝ったと思うなよ。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。魔王様、最後までありがとう。お疲れ様でした魔王様。ブチ切れて飛び出された時はどうなることかと本気でヒヤヒヤしましたぞ。ジュレットちゃんからの通信、桜は花丸大成功ですとのこと。めでたしめでたしですね。それもこれもこの私めの名采配があってこそ。雑な即興芝居でしたがノリでなんとかなりましたね。まあマイロードが絶妙に合わせてくれたからこそですが。付き合いも長いからな。かくしてアルケディオは失われた。女神の独善がもたらしたまがいものの平和と幸せは消えて、夢から覚めた人々は呆然としつつもゆっくりと歩き出す。本当の幸せを求めて生きていくために踏み出す新たな世界はおそらくは過酷で残酷でもあるだろう。だがそれと同じくらいに自由と可能性に満ちている。希望を抱き進み続けるもよし、絶望の予感に立ちすくむもよし、魔王はカカとして笑う。好きに生きればいいのだと。ツケを払う覚悟さえあれば、誰もが限りなく自由に生きられる。気に食わないルールはぶっ壊せばいい。邪魔者はぶった切ればいい。ただし、負けたらそれまでだ。泣き言なんて通じない。弱者は消えろ。さもなくば、勝てるくらいに強くなれ。神々はきっと眉を潜めるだろう。身の丈を知らぬ野望は身を滅ぼすぞ、とたしなめるだろう。されど魔王はなおも皮肉めいて笑うのだ。とことんまで試さずにして何が可能性かと。本当の自由、本当の幸せ、答えを見つけ出せるのは他の誰かではない。そなたらの起点により、すべてはつつがなく収まることとなった。人々はアルケディオを出て、
自らの足で歩き出そうとしている。最初の一歩を踏み出す手助けは我らが責任を持って果たそう。そこから先はそれぞれのやり方を見守っていくのみじゃ。とてつもない借りができてしまったな。律儀すぎるぞ。そなたはどこまでもぶれぬの。でここを出てそれから先はどうするつもりだ。まあ好きにするさ。そうだ、やらかしてくれた連中をついでにぶった切って回るというのもそれはそれで楽しそうではあるな。では再び相まみえた時は我が拳で存分にお返しをしてやろう。恩知らずなじじいめ、それまで猛録するでないぞ。そなたも双剣でな。不肖なれど唯一たる我が弟子よ。そのこんなこと言うのは女神としてあれなんですけど、本気で屈辱的なんですけど、いろいろと助けてくれて本当にありがとうございます。あなたが悪者になってくれたから私はこうして女神でいられる。もう二度と時期になんかなりません。約束するから。何を言っているんだお前は。え、魔王ならあれが当然だろうに。なひどい。真剣に謝ったのにおちょくるなんて。やっぱりあなたは根っからの魔王です。いい人かもなんて思った私がおバカさんでした。さようなら。もう二度と会わないですけどね。ちょっと待て。何よ。一つだけ教えろ、我らはどうしてアルケディオに招かれたのだ。偶然で片付けるにはあまりにも釈然とせん。そんなの私の方が知りたいくらいですよ。本当にわかんないんです。ただ結界を張るとき私は心から祈りました。救いを求める者たちを一人でも多くと、種族も貴賤も関係ない、生きているのが辛かったり悲しかったりするのなら幸せにしてあげたい、そう祈ったんですけど。なあ、もうまたバカにして。そうではない、そうではないのだ。そうか、そういうことか。たまらんな。聞け、慈愛の女神アイマミエルよ。お前の作り上げたアルケディオはまやかしだったかもしれぬ。だがな、決して無意味ではなかったのだと誇るがいい。飢えたる我が魂は確かにこの世界で救われたぞ。なんですかそれ。不本意なんですけど。本来の目的と違いすぎて慰めにもならないんですけど。ですけどちょっとだけ報われた気はします。We'll be right back.
随分と遠くまで歩いてきたものだな。ええ、なのに世界の果てなんてまるで見えやしません。ユースディールってこんなにも大きかったんですね。知れば知るほど広がっていく。それが世界というもんじゃ。しかも時の流れは絶え間なく世界を変えていく。懐かしさよりも驚きの方が勝っておるわい。それだけ楽しみも増えるということだな、シャルムよ。ええ、ちょっぴりウキウキしちゃいますね。使命のない冒険の旅なんて初めてですから。ラリスも一緒だったらもっと良かったのに。一人で修行するとかちょっと心配です。あやつなりに譲れない部分もあるのだろう。あるいは気を利かせたのかもな。何にせよこちら側では変わらず我はハーザですだ。同族どもならいざ知らず、相手が神々となるとお前にとって厄介だが、本当に良いのか。覚悟ならとっくにできてます。その上で私はあなたと共に行くと決めたんです。あなたみたいにやんちゃな魔王は放っておけません。とはいえ倒すには情も移りすぎていますし、だから私がそばにいて見守っていなくちゃ。余計なことをしてくる連中も懲らしめてあげないとね。まったく物好きなやつめ。我が君、そろそろ休憩は終わりですぞ。では旅を続けるとするか。はい。落とされちゃったんだもの、しょうがないよね。今後ともヨシナに、私の愛しい魔王様。